はい、えー、ここからはですね、えー、ングトークでございますね。毎回ですね、えー、いろんな個性的なだ,だね、あの、おもちゃがいっぱい出ておりますがえー、今回はですね、あの、最新のおもちゃというわけではな、ね、い。ちょっと今ね、あの、仮面ライダーガイも、世界特急ジャーもですね、ちょっと一息入れてるようなタイミングでしたので、ね、新しいおもちゃがちょっと今ありません。で、ね、まあ、その代わりにですね、ちょっと過去の出てきたおもちゃで、まだご紹介できてないものをですね、いろいろとね、えー、皆さんに聞いていただこうかなと思っております。 えー、今日持ってきましたのはですね、仮面ライダーダブルからの、えー、武器でございます。はい。えー、一つはですね、トリガーマグナム。えー、もう音を聞けばわかるようにですね、もうもちろんトリガーマグナムというのは、これはもう、まあ言えば拳銃、拳銃じゃないな。<laughs> まあマシンガンの音ですからね、これね。はい。で、えー、これはあの、仮面ライダールがですね、えー、トリガーメモリーを使います。トリガーメモリーと、あとはルナかな。 うん、このコンビネーションがいいらしいんですけど、えー、このトリガーメモリーを差し込むことで、えー、いわゆる狙撃手の,あの記憶を使ったあ、まあ、銃をぶ武器にしたですねあの戦闘が可能になるということなんですけどそこに登場してくるのがこのトリガーマグナムなんですね、はい、非常にですねあの色があの、まあ、拳銃の形をして読むんですけど非常に個性的な形してますいわゆる何ていうんですかね、えー まあ、ぜ色が全体ブルーなんですね。あのトリガーマグナム自,自体があの、トリガーメモリーがです、ね、ブルーなんですけど、ブルーをあの基調にしたあ形あの、色ですね。で、えー、横のですね、拳銃の横をイメージしていただくといいんですけど、えー、ダブルの文字が、ね、黄色で、ね、やっぱこれ黄色なんですよね。なんで,でかというと、これは、えー、非常にこう相性のいいルナメモリー、ね。 とというののしてますので黄色でダブルというロゴが横にですねはっきり見えるように色が抜けられて塗られてますねでこれが特徴非常に面白いのはですねそのメモリーを差し込んでマキシマムドライブというです、ね、必殺技になるわけなんですね。 でちょっとメモリーを持ってきてますのでちょっとご紹介したいと思いますが,えあの、まあ、が毎回ねガイアメモリーっていうのはよく私がのデモによく持ってきますので皆さんねあの覚えてる方いらっしゃるかもしれませんカメラダブルがですねあのダブルドライバーといわれる変身ベルトこれに差し込むことによっていろいろ変身するわけなんですがこれがそのうちの1つでございます、えー、トリガーメモリーですーでこういう音が出るわけなんですねで、えーまあ、これで変身しました、えー、で、えー まあね、あのルナトリガーっていう、ねえー、スタイルに変身しました。で、この銃が、ね、使えるようになるわけなんですけど、えー、これをですね、メモリーを、えー、ガチャッと装着します。はい、マキシマムドライブが起動しました。で、こうエネルギーのチャージ音が入りましたね。そして、えー、あの銃のねあの、まぜ、なんていうかな、あまま、さあの先頭の方。 前の方をですね、ガチャッと上に押し上げますで形を変えまして発射というマキシマムドライブの形、まあ、このマキシマムドライブっていうのはそのダブル全体、前編においてですね、えー、ダブルにおいてのいろんなフォームに変身しますけど必殺アタックの時には必ずこのマキシマムドライブという、ね、あの組音が出てきますね でえー、今の変身がそういう音になってますね。で、えー、外に出すことができると。だから、変身に使うメモリーと武器にもその同じメモリーを装着する、この連携ができるっていうのが一つの魅力でございます。 あとで、現在ですね、このルナトリが非常にね、高価にあのなっていると思います。発売当時はですね、4000円ぐらいだったと思います。えー、でも、デザイン的にも非常に優れたものですし、色の組み合わせ、なんともいってもかっこいいあのねあのスタイルの,あのまあ銃の形になっていますので、今も人気が高いです。オリジナルのものでしたらですね未、あの未開封だったら、ひょっとしたら1万円超えるかもしれません。だから非常にね、入手が難しいもので、現在は発売はされておりません。 まあ好きな方はね、ぜひあのオークションとかで探してみてください。ねえー、たくさんの人は、ね、これ欲しがってますの、ね、で、いまだに、ね、人気があるんですよ。で、えー、もう一つ、もう一つね持ってきた、比較のために持ってきたんですけど、えー、実はこちらです、はい。これはですね、何かっていうと、あのこれはねあの、スカルマグナムっていうんですよ。で、えー、仮面ライダーダブルを、ね、ご存知の方はもちろん、ね、あのご存知だと思います、えー。仮面ライダースカルというですね、えー、ダブル。 の言えば先輩ライダーになりますね、えー、が登場しますあのダブルはですねまあ自分たちでその探偵事務所をやっているわけなんですけどナルミ探偵事務所とねいう事務所になってますね。 でえーまあ、そのダブルの一人である、えー、左翔太郎君は、あその、まあ、所長じゃなかったな、<laughs> 所長は格下げになったんだ、所長はね、娘さんがなったんだけど、あのー、ね、えー、探偵事務所に彼は勤めてるわけなんですが、その鳴海の,、ね、の生命を名乗ってたのが鳴海宗吉さん、さん付けですけどね、鳴海宗吉というですね、えー、創設した人がいらっしゃいました。 で彼がそのおやすさんという、ね、あの名前で呼ばれた頃は、その左翔太郎君は、まあ、一つの助手だったんですね、見習い、探偵見習いだったわけですね。で、えー、物語の中ではです、ね、おやすさんの働きというのは非常にです、ね、あの活躍する場所というのは、あの物語の中ではほとんど記憶としてしか出てこないんです、ほとんど。うん、あ実際の出てくるのはもうワンシーンぐらいですね。はい ただ映画の中にはですね何かとか出てきてストーリー展開に大きな影響を与えるんですけど、えー、テレビ番組の中ではですねもうこのほんのちょっと記憶としか出てこないでスカルとして登場するのも,もごく一部だったと思いますねだから非常にね、あのー、よくわからない存在なんですが、えー、左翔太郎君のですね、えーまあ、仕事に対するいわゆる探偵という仕事に対しての、あのー、先輩ですのでいろんなことをおやさんから学んでるわけなんですね で、え、その、彼が実は仮面ライダースカルだったというですね、え、設定。これは左翔太郎くんもびっくりだったんですけど、そのスカルが使ってた武器がこちらのスカルマグナム。で、え、音を聞いていただくとわかると思うんですが、先ほどのね、トリガーマグナム。これワンクリックなんだよ。ワンクリックじゃないな。あの、まあ、引き金を一回引くと、こんな連射の状態ですよね。で、スカルマグナムは、 単発なんですよ、ね、シングルショット。だから、まあ、ほとんど拳銃あの、イメージ的にはリボルバーのイメージですね。ただ、デザインは同じです。はいえー、発射のね、あのー、なんか連射と、それから単発のね、シングルショットの,、ねットのえー、違いはありますが、デザインはほとんど同じです。えー、いわゆるモールドっていうですね型ですね、えー、プラスチックを流し込む形は同じものが使われていると言っていいでしょう。何が決定的に違うかというと、色ですね。 カ面ンライダースカルはブラック、そしてシルバー、あと白。非常に渋いですね、あの組み合わせの色になっております。で、同じようにこのスカルマグナムもですね、ブラックを基調にして、えー、シルバー、ね。そしてね、えー、横のね、先ほど言ってましたダブルと文字があるよという話をしましたが、スカルマグナムに関しては、ダブルになってないんですよ。で、ダブルを微妙に半分ほど消しましてね、 S, S になってるんですだって仮面ライダースカルだからね、うん、だから多分そのね S っていうのはこのね色が欠けてあるんですよねでまあ色をかけて S という形が見えてますそして、えー、ちょっと音をね、えー、やってみたいと思いますあのこのスカルマグナムをね、まあ、仮面ライダースカルに変身するにはスカルメモリというのを使いますでメモリー持ってきました、えー、ちょっと黒いねやつなんですけど、えー、ドクロのねデザインがしてある ななかなかこの辺ちょっとダークなイメージでございますがこういう音をしますでこれをマキシマムドライブでえこちらスカールマグラム入れてみますねはいそして マクシマシブライブね来、えー、ました、えー、こういう、ね、あの音がするわけなんですけど、えーまあ、これのねあのマグナムの,その魅力というのはですねマスカラマグナムの魅力というのはもちろんデザインは同じなんですけどやはり色の組み合わせそしてねやはりダークなイメージでどちらかというとダークっていうよりもね大人のイメージなんですよなぜこういうふうになっているのかっていうのは、ねえー、ちょっと、えー、また説明していきたいなと思うんですが。 あのー、実は仮面ライダースカールがです、ねえー、変身をします、その時に使っているのがです、ねえー、ちょっと今日持ってきたんですけど、ロストドライバーですね、えー、ロストドライバーというものを使います。でえー、これ、あのー、見た方があるかもしれません、あの実はダブルドライバーだったらダブルなんで、2つの外、ね、野、あのー、メモリーを入れるスロットが2つ並んでいるんですね。ところが、ロストドライバーというのは、ね、片っぽだけなんですよ。片っぽね なんんか欠けちゃってるんですよね。で,なんでっていろいろあるんですけどまあ設定の中ではどうも研究開発途上でなんかあの盗まれたか紛失されたかっていう設定がどうもあるらしいんですけどえー、ロストドライバーっていう名前そのままその,そのままですよね失われたドライバーという意味なんですでなぜかなぜかですよまあこれは詳しくは映画に出てますけどえ鳴、ー、海キチがこのロストドライバーを手に入れてましてで 仕方がないね。ね、えー、仕事のポリシーでね、えー、返信はしたくなかったかと、やむにやむられる状況で、えー、スカルに返信するというのが出てきます。で、えー、こちらもですねやはり黒と赤、まあ、言えばスカルのカラーに近いんですけど、僕はね、このねスカルのロストドライバー、これを見たときにです、ね、ちょっとピピッときちゃったんですよ。で何をピピッときたかっていうと、あのー まあ、鳴海宗吉、そのおやすさんですよね。まあ、その翔太郎君、ね、まあ、新米ですので、えー、彼にいろんなところでですね叱ったり、激笑したりですね、まあ、怒ったりするわけなんですけど、大事なことをですねいろんなことを教えていくわけなんです。で、えーまあ、僕もちょっとそういう人が、みんな多分ね、あの欲しいなというのを、いたらいいなと思うんだうと思うんですけど、いろんな意味でね、人生の先輩。ね えー、そういう人がいてくれたした翔太郎君は羨,羨ましいなと思うんですけど、えー、そのね、あのー、先輩が実は非常にその辛い過去があったんですよでその映画の中で分かっていくわけなんですけど、あのー、彼にはパートナーがいたんですまあダブルドラあのー、カメようダブルにおける、えー、翔太郎君におけるフィリップみたいなパートナーがいたんですねところがその映画の中でそのフィリップあいやそのダパートナーがね 逆にドーパントの方の影響を受けちゃってドーパントになっちゃうんですよだからドーパントっていうのはいえば悪役ですねまあ仮面ライダーにおけるショッカーみたいなね手先みたいな怪人になっちゃうんですよパートナーがですよ今まで,で完全に信頼してねいろんな仕事でね役割も分担して信頼しきってたパートナーがちょっとした自分のあの私利私欲であのなんていうのどん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 ,どん 銅板とかしてしててまって結局手がつけられないもう結局怪人になってしまってあの心も奪われてしまって、えー、しまったわけですそうするとあの鳴海宗吉おやすさんはですね彼を始末したなきゃいけなかったんですよねその場面で、えー、僕の俺の罪はあのお前が自分そのなんていうの,あの悪にねあの身を染めていくことに気が付かなかったことだと。 それに気が付けなかった俺は自分が許せないそれが俺の罪だって言ってで今度そのドーパントいわゆる元パートナーねに対して俺は自分の罪を数えたじゃあさあお前の罪を数えろって言うんですよねでこのさあお前の罪を数えろっていうその有名なダブルのドライブのセリフはここから発症してるわけなんですよねでそのパートナーを失ったええソウキチが使う 変身ベルトまあロストドライバー実は半分しかないんです。ということはパートナーを失ってしまった仮面ライダースカールそのものを表してると言ってもいいと思いますね。非常にね意味があるんじゃないかなって思ってますね。 そしてねちょっと僕は気がついたんですけど、あのこ,のまあ、これはあくまでも僕の個人的な意見なんですけどね、あの先ほどそのス,カルドラスカルマグナム、ね、拳銃の方にですに、ね、横に、えー、ダブルのマークのところは S になってるよ、あのペイントが、ね、ちょっとこう消してあるよということを話しました。えー、もちろんスカあの、ねえー、もと元々の,あのトリガーマグナムだったらあのですか、ちゃんと色がついてるわけなんですね、えー、ダブルの色についてます。 でなんで、じゃあスカールの、そのね、スカールマグナム拳銃の方にも、ダブルの文字が書けてるのかなって考えたときに、最初は S だなと思ったんだけど、これはやっぱりね、そういう意味もあるだろうし、ひょっとしたら、失ったパートナー、ね、その失ったその寂しさっていうのをかけている寂しさ、ね、変身ドライブ、あのま、あの変身装置もそうだし。 それから戦う武器にも悲しみがこもってるのではないかなっていうのはちょっとこう感じちゃってるわけなんですよね。だから非常にね、あのカメレッドスカールのファンの皆さんたくさんいらっしゃる。特にね、大人の男性の方に多いんじゃないかなって僕はちょっと思ってるんですよ。で、えー、確かにそのにじね、いろんなその生活をしていくときにその仲間であったりパートナーであったりそういう人たちが絶対存在してい,い,いなきゃいけないし、で、いてほしいし。 ダブルには翔太郎君の相手にとしてフィリップというそのパートナーが存在していろんなその、ね、事件を解決していく非常に力に力なってくれますよねところがその不幸なことがあって相手を失ってしまった鳴海キチ、えー、そしてその持っているスカ,ルドライバースカルのドライバーはロストドライバーな失われたドライバーで何かね、えー、こう大人になればなるほどその、まあ、時間が経てば経つほどね えー、失っってしまったものも確かにあるその若さとかさそういうその具体的なものだけじゃなくてね精神的にもその支えであったりまあいろんなその人生ありますからねいろんなその裏切りがあったり、えー、もうあ会わなくなった,り人,た人たちだとか会えなくなった人たちだとかね、えー、そういうものがやっぱり経験していくことによって僕たちは多分 人人の,、ね、あの人間、まあ、男性であれ女性ででああれれ女、えー、だからそのなんかね「あの仮面ライダー・スカイロ」を見た時にですねそのまあ僕ある程度そのかっこいいっていうのは確かにあるんだけどその,見たそのかっこよさっていうのは見た目のかっこよさっていうだけじゃなくて、えー、共感できるものがあるんですよ。僕たちの世代まあ僕たちの世代って言ったらおかしいかなあ,のある程度その人生経験して次に生きてくると。 あのあそれ分かるっていうようなメッセージがその彼の場合はいつもねその肩のあたりにですねこう振りかかってるみたいなね、えー、イメージがあるんですよねでそれをこう一生懸命隠している帽子みたいなね、うん、なぜ帽子をかぶるのかっていうことも彼はね説明しますけどね罪を重ねたりとか、ね、帽子をかぶ,か,ずしてあのかぶって目を隠すんだそうですけどねはい。 えー、いろんなその動きにまあキザといえばキザでしょう、うん、でも正直なんじゃないかなと僕は思いますね非常にそのそういう何て言うかな受け方えー、生き方みたいなものを共感することがあるわけなんですよねまあそういうわけでですね、えー、今日のレビューはですねこちらええーね、スカルマグナムとそしてえー、トリガーねあ,ーあー何を言ってんだえー、っとねこちらの方ですねはい。 すぐ名前が出てこなくなる。やばいね。何か失っていくものがやっぱありますね。<laughs> それ、ちょっとやばいね。今ヒヤッとしたぞ、俺。<laughs> そう。はい。で、トリガーマグナありがとうございます。はい。で、まあ、あのー、このね、二つをご紹介いたしましたですけど、えー、そういう目でですね、あなた、もう一度ですね、あの、カメラでスカル、またカメラでダブルのですね、えー、流れてるテーマみたいなものをですね、ちょっと感じていただきたいなと思いますね。 さあ、えー、レビューの後、この後一曲ご紹介したいと思います。せっかくですね、えル、ー、ミ・ソウキチの話をしたし、で、彼の魅力のね、部分の話をしました。えー、ぜひね、この曲をですね、しんみりと聴いていただきたいと思いますね。ナルミ・ソウキチです。Nobody's Perfect.